健康になるためのヒントになればと思いお送りいたしますお相手は漢方の末吉、えー、末吉慶三とアシスタント FM コザのみみりです、えー、またこの番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは 761-FM コザ .jp 761-FM コザ .jp です FM コザではユーストリームで映像と音声をインターネット配信をしています FM コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください スイキャスも連動ししてていまますすすののででたくさんのコメントおお待ちしております、はい、今日はですね、はいうん、え個人心理学という話をしたいんですけども、はい、い個人心理学ってあんまり清べがないかと思うんですが <laughs> これね、はい、この話をどっかでした時に、うん、別のラジオですけども、はい、そこのパーソナリティの方から「はい、個人心理学って聞いたんだけど」 うん、自分さえ良ければいいって感じっていうような話が出たんですけど <laughs> 個人心理学これ、ね、名前つけた人がね、はい、アホちゃうかと思うような話なんですよ実は<ー>これあのアドラーさんの心理学を個人心理学と言います、はいうん、でなぜアドラーさんはもともと何てあの心理学なのかというとインディビジュアルサイコロジーなんですよインディビジュアルインディビジュアルっていうのは、うん、訳すると、うん、個人って意味もありますが、はい、分けられない全体性って意味があるんですよ 全体性とか分,ける分けることができないって意味です。<ー>でアドラーさんは分けることができないって意味でイン,ジュビジュアルインディビィジュアルって言葉を使ったんだけど、うんはい、日本に来て訳した時に個人で訳しちゃったんですね。ですけどでこの全体性というのは、はい、このインディビジュアルの意味のね、うん、えっとフロイトさんが、えっと、意識と無意識っていうふうに分けて考えたんですよ。うんはい、その時にに無意意識識思っているるこことと意識することすが 葛藤すすするるるるずれることがあんんだっていう言い方をするんですね、うん、例えば結婚式でちょっと挨拶にしないといけなくて新郎さんがもうあの美人でとかいう話をした時にうん、うん、あんまり美人でも「あっ」ってなっちゃう時とかなんか本音が出ちゃう瞬間 <laughs> 言っちゃいけないことを言っちゃうとかハゲてる人の目の前で「<laughs> はい、あの滑ります」とか「光ります」とか「あっ」ってばっ,、ね、って出ちゃうみたいな <laughs> 分かんないんですけどとりあえずそういうね 思ったことと何ていうかな口先と違ってくる目に入ってくるのと口先がそう本当は言っちゃいけないことを本音なんですよ逆に言えば本当は言っちゃいけないことが本音そうそうそうが場合があるわけですねはいそうしたらまあ簡単に言えばねもっと複雑なこといっぱいあるんですけどもだけどアドラさんが言うにはいや矛盾はないんだと例えばえっとたば 校がやめられなないいいいっていう人るるとすすじゃないですか、はい、それはやめられないんじゃなくてやめたくないんでしょ本当はうんだから仕事に行きたくない行きたいんだけど行けないんだよっていう人は、はい、フルート的には何、うん、て言うんですかなんか行けない理由があるんだろうって検索するんですけども、はい、探すんだけどアトラさんは、うん、いや行きたくないだけでしょ。 何も矛盾ななないいいんんじゃないっていう感覚なんですうんでそういうふうに全体的なもの,のこと人間は一つであり、うん、矛盾することはないんだよっていう考え方がこの個人学の由来ですね、うん、あとまたフロイトとの差が、はい、例えば登校、えー、拒否を起こしてると、はい、そうしたら原因論で探すんですよ。うん、このもしかしたらもっとちっちゃい時にお父さんとお母さんの間に何か起きてて、うん、その原因で、えー、学校に行けないんじゃないかななんて。んだけどアトラさんは、まあ 学校に行きたくない理由は目的あるはずだ目的論的に考えるんです<お>行かないことによってもしかしたら親の注目を浴びたいとか、うん、困らせてやりたいとか思ってるんじゃないのかなとか, <laughs> とかそこから考えて治療を考えていきます<ー>これ目的論的な考え方なんですね、はい、だから原因論で考えると、うん、原因は見つかったかもしれないけどなんだかスッキリするんだけど治らないという,う、うん、なぜ目的目的的に考えた方が 治療に向かいいいやすす場合も多いわけですよ<ー>考え方としては、はい、あとアドラーさんが言ってるのは対人関係論って言うんですけど、はい、悩み事は必ず相手役がいる、うん、といるとう考え方です会社行きたくないって言ってももしかしたら女子の問題かもしれないし、うん、なんか落ち込んでるって言っても彼女との問題かもしれないし <laughs> いろいろ探ってみると、まあ、親子の関係かもしれません,うんとにかく相手がいるんだよって考え方なんですね。はいうん でもう一つは主体論っていいますけども、うん、自分が主体って意味ですね、はい、でこれはどういう意味かというと今ある自分があんな親だから俺はこうなっちゃったんだっていう考え方ですうんでそれをいやいやそんなことないよあの親からでももっと違う生き方できたでしょっていう話うんつまり自分でなりたい自分になってるわけです実は,はい、うん、それが主体論って考え方ですねうんでもう一つが、えー、っと認知論認知論っていうのは えっと自分が持っているパターン化された考え方です。かっこよく言えば、はい、えー、プライベートロジックって言います。かっこいいですね。<laughs> なんかねプライベートロジック、はい、でこれが私的論理って言うんですけども要は？はい、結局あの何、ー、て言うんですかね？皆さん自分の色眼鏡って言うんですか、うん、一つのものを見てもみんな違った見方をします。はい、それがうん、うん、まあ簡単に言えばそういうことなんですね。うん。ただあんまりいい論理を持ってない場合に場合があるというか。落ち 落ちてしまうっていういかのがありましてこれがですねまずですね「過度の一般化、うん」え決して絶対こんなだと思い込みたい人全ての人が私を嫌ってると思うんだみたいなそういうロジックを持つ場合があるんですよ、はい、そしたらもう外出ら,れ出られなくなっちゃうみたいな、うんうん、であとは間違った安全さの目標っていうんですけどさっきと似てますが怖いからお家にいれば大丈夫だと思い込んでいる人。 うそういう場合になってしまう場合があるんですよ、はいで。あとは人生の要求について誤った認識っていう考え方なんですけど、うん、うんとねなんていうんですかね、えー、っと人生は苦し,苦しみしかないんだよねって思,思い込んじゃってる、はい、だから楽しいことが起きても見えないんですようん本当に、まあ、割とそういうい人多くて昔 友達のおばあちゃんからよくわからない人から言われてますけど <laughs>、はい、いいことが一あると思ったら悪いことが九あると思っていいんじゃないのっていう解釈をしてたんですね、うん、なかなか楽しみってなかなかないもんだと、はい、いいこと,となかなかないよって言われたんだけどうん、うん、今考えてみたらいいことにいいことを意識してないんですよね悪いことばっかりはために残っちゃうんですよ人間って、うん、まあまあそうですねそうですよね、うん、だからこの人の欠点はすぐ見つかるけどいい点なかなか見つからない <laughs> まあまあまあいろいろありますよね だからそうですねあとは多分何て言うんですかね何かが悪いことが起きて、うん、そのことが頭に残ってっていう話があって、うん、それ以来もこれが嫌になったとか、はい、食べられない怖くなったとか、うん、自分はあのだいぶ前にですね夜中野町で飲んだ帰りに、はい、<laughs> 中通りをそのまま降りてきて今でいう音市場の横ですね、うん、通りかかったときに後ろから外人に剥がいじめされたんですよ。<っ>3人ここう首,首の方ははがいじめされて、はい そのまま投げたんですよ。首のままあの相手を。はい。でで投げたはずだけど三人いるんですよね。う一人一人を投げたんですよ。はい。で三人がこう向かってきてこの道通さねえぞこの野郎みたいな顔してるんですよ。ええ。で僕酔ってますよね。うん。相手三人ですよね。はい。かなわないんですよねどうしてもね。うん。とりあえず英語喋るのやめてはい。どにかどうきお前みたいな感じでまあ一応あのちょっとあのとにかく時間稼ぎをしようと。うん。そのうちにあの兵隊のあのぐるぐる回ってるあの なんか悪さしてるんじゃねえかと思って、回ってる。なんか上の人たちあの人が出てきて助かったんですよ。はい、ーで、もしこれがずっと残ってたら、外出るの怖くなりますよね。うん、で、外人見るとみんな怖くなりますよね。はい。だけど、僕はもっと酒の酒飲みなんで、うん、外出ちゃうんですよ。<laughs> <laughs> でそのうち外人見てもまだ問題起きなかったら、はい、だんだん慣れてきてうん、うん、そうこの外人が怖いっていうことから抜け出せるんですよねあ<ー>だから本当にもし自分がちょっと病的で、うん、あの外人怖いってなってしまったらうん、うん、僕はもしかしたら今これ引きこもってるかもしれないんですよね。うんま簡単に今そういういこともあるわけですすよ面白いでねねなんか、ね、うんそうですねでそういう考え方価値観というのがもうちょっと行動に出てくるのがライフ,ライフスタイルと言います。 ライフスタイル、うん、ライフサイクルですね。まあいいじゃん。<あ>うん、ライフサイクル。あ、ライフサイクル。<laughs> で、これっていうのどういう意味かというと、普通でいうと性格とかパーソナリティって言い方をするような問題です。うん、あ、でもこれライフサイライフスタイルです。これ多分サイクルじゃないです。<laughs> ライフスタイルですね。はい、で、これでまずは自己概念というのがあって、うん、自分はどういう人間かということを考えるとか、はい、で、自分にとって社会とか世界は どんなものかって考えるとか、うん、で、自分はどんなものになりたいのかっていうこの三つで構成されてるって考えられます。うん,うん、そうですね。だから、うん、例えば。じ、自分の概念が、自分はダメな人間だっていうふうに考えちゃって。うん、世界は怖いと思ったら、引きこもり傾向になってしまうと。うん,うん、だそういうね、まち、間違ったっていうかね、やっぱり。人間って思い込みなんですよ。はい、基本的に、このライフ。スタイルも、結局は、うん。 人間の性格っていうのはどっかで妄想っていうか現実を見れなくなってるかもしれないです、ねはい、うん、うん、そうですね。基本的にはいくつかにこのライフスタイルが分かれるそうで、はい、えまずは人間人の評価を重視する考え方、うん、あと失敗しないようにしようとするっていう考え方ですね、はい、あと刺激,刺激的なことを期待する人、うん、あとは理想に向かって人走る人。はい あと人から注目を得たいという考え方、大体このパターンに分かれていくそうです。はい、ま全部が偏ったっていうよりも混ざった感じではあると思いますけど、どちらが強いかって問題だと思います。ああいっぱい喋りましたね。<laughs> <laughs> ちょうど休憩っていうかえ曲をかけたいと思います。はい。ザザデッキーズでえバナナスピリッツ。 時刻は2時44分になりかけてますかねなりかけてる点ですね <laughs>、はいはい、今の曲はあのバラナスピリッツの1979年の一曲で,、はい、で2010年のキッカアスの挿入歌ですね映画ヒットガールが暴れ回った時に最初に流れる曲、はい、なんか爽快がとってもありますよね <laughs> そうですね、はい、で後半はですね <laughs>、はい、じゃあそしたらそのアドラーさんの心理学を使って、うん、どうやってまず治療に向けてできるのかなという考え方なんですけども、はい まあ今の目的論とか原因論とかいろんなこともまぜこぜで考えます、うん、で、それとは別にタスクに分けるというのがありまして、はい、愛のののタタタスススクククとと友情のタスクと仕事い分けたら何がいいかというと例えば仕事で上司からガーガー言われると、はい、でこれは愛のタスクじゃないから別に聞き流してもいいわけですよ仕事ができればいいわけですからはいだからガーガー言われたって、まあ、仕事をやればいいわけで。 んこんなこと聞き流していいわけですよね。はい、そうしたら気分が楽になるとうん、うん、あとはまあ原因論目的論っていうさっきもお話ししましたけども、まあ、例えば教室で大声でなんか中学生がね、うん、なんか授業中なんか妨害すると、はい、じゃあ原因論で探ってなんか心,の心に何かあるのかなではなくて、うん、なんでやってるんだろう目的はうん妨害する理由は何だろう、うん、先生困らせたいんだろうなとかそういうことを考えてうん、うん、えっと 変化させることの方がやりやりすいわけですよはいそうですねあともう一つはさっき言った主体論とか認知論という感じ考え方で変な話考え方を変えればいいんですよね、うん、何か見ても、うん、だからさっき言ったみたいに厳しい親に育てられたっていう場合があってだから自分はちょっと卑屈になっちゃってると <laughs> あの外に何怒られるかもしれんからって言って表に出ない性格になったんだっていう主張する人も、うん、同じ親から 育ててられて違ううになった人もいるとは思うんですよねだからまず人のせいにしてるわけですよ、うん、その時点であ<ー>あ自分がそうなったんだから自分,がか自分が変えればいいんだって考え方すれば、うん、かなり楽になるはずなんですうんだから変わらないとか人のせいにするってこと自体がまず間違ってるよっていうか変えたら楽になるよってことですねうんあとね不思議なのがね課題と問題に分けるって考え方があるんですよ課題と問題に分ける。うん、なんか 微妙なんで似てるけど違うんですね。うんうん、でですね例えば失恋したとするじゃないですかはい失恋したことは課題なんですよ事実なんですよ、うん、問題はなぜ俺振られたのかなあいつとできちゃったんじゃねえみたいな <laughs> もしかしたら俺最初から二股かけられたんじゃねえとか、はい、もしかしたら家族がダメって言ったんじゃねえとかいろんなことを考えるこれが苦しいんですよ。れれ<ー>れた時点は,もうそれはそそそなんんんだだけけどどもちろん、はい、苦しいい、うん、に伴うう考え方っていうか、うん それが一番人を苦しめてるんです、ね、あその後のいろいろ考えるそうそう出てくるのがきついだから昔言ってたえっ、ー、とねなんかね日本の矢っていうのがあって、はい、最初に矢が飛んできて刺さったそうです誰かにね刺さ,で刺さった人は一人はパッて抜いて治療して、はい、まあまあまあ命を取り留めたと。はい もう一人は矢が飛んできて刺さって、うん、もしかしたらこれ毒塗られてんじゃねえかなとか何 <laughs> で俺どっから飛んできたのかなとか <laughs> あのあやつの仕業かなって考えてるうちに亡くなっちゃったっていう<ー>で最初抜けばいいのにこれが2本目の矢になるわけですよこの考え方が、はい、だからその一番悩んでるのはその考え方なんですよね。事実ではなくてと <laughs> いうことなんですよ。なるほどだから眠れないっていう症状もこうなんですけどはい 僕眠れません不眠なんです。うん、じゃあ普通は睡眠薬とか哺乳剤とか、はいうん、そういうので考えるじゃないですか。うんうん、それは本当は第二のイなんですよ。眠れないのは問題で、はいうん、えっと実は課題ではないんです。実は寝ようとしてるときに頭の中で何かを考えているから眠れないんです。うんうん、だから課題はこの悩んでいることを考えていることが課題。はい で眠れなくななくったのが問題になります、ね、だから眠れないっていうことを排除しようとしてやっても <laughs>、はい、も,しもちろん無理やり寝,寝ることはね睡眠できるかもしれませんがうん、うん、問題解決になってないんです。うん課題を解決しなきゃいけないんです。だから結局は失恋は、はい、いろんな妄想を捨てて、うん、その失恋っていうこと自体を考えたらまた新しく恋人できればいいんじゃないですか。な話 本当はそれだけの問題なはずなずんですよ、はい、<laughs> で別れたんだったら相手は私のことを愛してないじゃないですか。はい、でも私はあなたのことを愛してるじゃないですか。うん、そろそろの相手の方なんですよ。愛してる人をしてるわけでしょ。相手は愛してない,いんですよ、自分のことそっか。唯一私のことを愛してる人をしてるわけですからね。相手は。お<ー>なんかいいこと言ったら分かるんですけど。そうなんですよね。 まあそういうふうにいろいろあの分けて考えたりするんですねだからうん、うん、考えても無駄じゃないですか例えばあの時二股かけられたとか、はい、あの本当かどうかもわからないことですよねこれがもし事実だったらもやもやが解けるから少しは楽になるんですよね、うん、もう事実本当に浮気されてたっていうそれはそれでまた一つの問題ですが <laughs>、はい、ああそうなんだとなりますよね <laughs> そうしたらこれは問題じゃなく課題に変わったわけだから対処対処のしようがあるんですよ腹立っただけで、OK、でまあだからまあショックでしょうけどねで終わったことは戻らないですからねだから本当にあの問題とか課題があった場合に問題を捨てていいわけですどうしようもないわけだし妄想なわけだしでも人間で結局そういう問題っていうか妄想で人間壊れていってる人が多いんじゃないかなと思います妄想で人間が壊れていく 大体多い多んですよねやっぱり、ね、でも、うん、そんな気がします <laughs> そうなんですよだからよくよく考えてみたら、はい、それは変な考え方だなということに気づいてほしいのと、うん、あとは考えても無駄だなということに気づいてほしいんですよねうんそうしたら課題だけが残って問題は聞いていくわけですよ、はい、で課題は対処できるはずなんですうん、うん、例えば大学に落ちました、はい、でそれでどうしようって考えますうん で、なんで落ちたのかな、なんて考えます。うん、もう少しあれ、あれ、やっとけばよかったとか、なんか足りなかったとか。実は、あなんか採掘されてて、落とされたんじゃないかなとか、<laughs> 字が汚いから、かなとか。で、考えと決まったら、はい、次の勉強しましょう。そうなんですよ。で、<laughs> 無駄ですよね。どう考えてもね。まあ、まあ。うん。うん、そうですね。そうなんですよ。じゃあ、うんと。結局、その考え方がロ、えっと、プライベートロジックっていうか、はい、考え方が、どうなればいいの。 うん、一番どの方向に向かっていけばいいかっていうのは俯瞰の目で見るる癖をつける俯瞰の目っていうのはのなんかね遠い上から見るっていうか、うん、えっと神様の目で見るっていうか,<ー>だか例えば自分が尊敬してる人が人だったらどうするだろうかとか考えてみるお<ー>そうしたら今こういう事態に起きて自分がこういうものの見方してるんだけども、うん、もしあの先生だったらあの先輩だったら、はい、どういうふうに見るんだろうって考えてみるんですよ。 うそうしたら多分同じ考え方ででははないはずないずんですよね<ー>もっと正しい行動をしてると思われる人が多いと思うんです、うん、そしたらそれは、うん、それをそのいうふうに自分が近づけるような考え方に持っていければ変わっていくとうん、うん、そうですよね<ー>例えば別に前から人が来て肩ぶつかったっ、はい、イ,ライラッとしたから殴ったってのは最悪じゃないですか。<laughs> そうですね <laughs> <laughs> 最後じゃないですかでも <laughs> もう本当に考え方によっては相手がぶつかってきたんだから殴っても当然だって思う人もいるんですよね確かに。うん、という人もいますだけど実際には不可の目で見たら、うん、いやそんな時はそんなことお互い様だし、うん、いちいちいらないだろうそんなことで殴ったらもし何か起きた場合に捕まるのは自分だし、うん、相手も痛いだろうし自分にフェイが来るかもしれない、うんはい、そしたら別になんてことないんだから謝っておけばいいんじゃんって。うん 思う方が楽じゃないですか、うん、そういう見方もできるはずなんですよ。はい、でどんどんそういうふうに考えていくと。でもう一つの考え方は、うんえとね、コモンセンス、うん、共通っていうか共同体感覚を身につける、うん、さっきの俯瞰の目とちょっと違うんだけど何か問題が起きた時に、はい、建設的に物事を解決しようとする考え方、うん、それ前向きに考えていこうとする考え方。はい、で この前向きっていうのは何かというと自分にとってもいいことだし、うん、相手にとってもいいことだしみんなにとっていいことになることが建設的って考え方をするんですよ。うでそうするとはっきり言ってその感覚に入っていくと気持ちよくなりますんみんなのためなんで。はいうん、で何か迷った時にはみんなのためになることっていうことを考えて行動すると、うん、それが儲かるとか儲からんじゃなくて得する得する得しないとかじゃなくて。はい しししかももしかもしたら正義でもないんもないんでですよ悪意もな正義な行動じゃないかもしれないんですよ。だけどこのメンバーとかみんなのためになることってことを考える必ず正義が正しいわけではない、うん、と思うんですよね。うん,うん,なんか例えばゴミをパンって捨ててる人見たら腹立,ちますよ腹立つんですよ。うん、でも自分に被害はないわけですよね。 道が汚されただけで、だけど自分が腹立つ理由も自分で探してみたら、はい、もしかしたら自分は怒りたいんじゃないかなと思う時あが <laughs> 怒りたいで、うん、怒るチャンスが目の前に見えてる怒りたいなってあるそういう意識が僕持ってるんじゃないかなと思う時あるんですよあ<ー>どっかで怒るタイミングを探している自分っていうのがいるみたいな気がする時あるんですね <laughs> <ん>だから正義って割とそういうことのもあるので 正規が必ずしも正しいと、今思えなくなってきてるんですね。うん。もちろん、まあ、人を助けることは、もう、どう見ても。大丈夫だと思うんですけどね。ね <laughs> はい。はい、いや。うん。ーう,うん。う怒るタイミングを探している。うん。可能性はあるのかな、なんて思ってて。うんうん、あ。 多分今そんな感じだとでも腹は立つんですよねあのタバコのポイ捨てとかね分かります、うん、昔はあの窓からポイ捨てしたから置いて行ってタバコを拾って中にまた投げ入れたことはありますけど <laughs> <嘘>今は怖くてできませんよ <laughs> どんな人間いるかわかりませんけどね昔ちょっとねアホだったんで <laughs> はい、怖い話をしてます <laughs> はい。そろそろエンディングの時間になりますね、はい、え最後まで,まいでありがとうございました 今日はちょっとあのアドラーさんのね心理学の話をいたしました。うん、はい。なんか参考になればと思います。うん。ええー、漢方の先ではさまざまな相談を受け付けております。お気軽にご来店ください。えー、場所は一番外ゲートの中で小屋十号付近になります。えー、っといろいろ相談ですけどメールとかお電話でもオッケーです。はい。えっと検索で漢方の先生、え先生と開かないで探すといろんなものが出てくると思うので、うん、そこもちょっと見てみてください。あブログもやってます。猫、ね、の写真ばっかりです。はい。はい <laughs> はい、引き続き F.M. 小笠でお楽しみください。はい、これまでの相手は静止映像とアシスタントアミミリでした。